いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでトヨさんですね。はい、アメフト。ね。面白いですよ。アメフトは。まあ、試合ね。まあ、いろんなスポーツありますけど、手帳一番アメフトが好きですね。はい。4パック。4パックなんで、ハサミで開けて、ね、表紙がハーバード。ね。結構今年はビルズが雰囲気がいいからいいんじゃないかなと思いますけど、どうですかね。チャージャーズ。ちょっと長いこといた、ね、QB が、フィリップ・リバースがいたんですけど、彼もなかなかあと一歩、あと一歩、二歩、あと二歩ぐらいでしたかね。うん、いい QB だったんですけどね。技術的にはね。はい、そう考えると、ハーバードももう、性格的には真逆に近いかもしれないですね。うん、ちょっとローレンスね。はい。プレシーズンなかなか良かったんじゃないですかね。で、ラッセル。横型関係ないな。上に、レギュラーが入ってて、で、ルーキーがだいたい3枚ですね。ね。ここにあるし。だいたい3枚でしたね。まだこれ2箱目なんですけど。もう1枚いたな。はい。4枚だ。で、パラレル。これ、ショープリとかかな？どうだろうね。関係ないか。で、パラレル。で、ひっくり返ってるのはサインかな。はい。パラレルはデトロイトライオンズのホッケ君です。タイトエンド、いいタイトエンドだと思います。249ですかね。うん、はい。で、はい。クリス君は、セインツですかね。サインですね。199です。彼は2番つけてる。レシーバーですかね。ずっこけてるのが、こうね。これコーナーバックとかじゃない。だいたい後ろにずっこけてるのいると、だいたいレシーバーかな。うん。逆だとね、彼コーナーバックかなと思いますけど。わかんないな。はい。サインは丁寧ですね。で、サーベージのキトル。ナイナースのキャプテンですね。今年もキャプテンでしょうね、多分ね。リーダーシップ、ね。抜群ですね。キャプテン誌が素晴らしいですね。はい。ラマージャック。ザック・ウィルソン。怪我ちょっとしちゃったって大丈夫なのかな。で、ミルズ。で、ルーキー。はい。ね、コルツのね。コルツも QB 取ってるんですけど、なんかやっぱりこう、しっくりしないんでしょうね。出しちゃいますね、すぐに。早いと思うんですけどね。ちょっと試したぐらいでもうね、出しちゃうような感じですから。99シリです。本当でもね、アメフトは早いですよ、本当。ちょっと暑いな。お、モーメントが来た。はい。マイク・ウィリアムス。ですね。これ75。これもなんか、選手によって枚数が違うのかな。はい。ね、ベテラン。で、モーメントのデレック・ワード？違うよね。デンゼル・ワードだ。そうだ。コーナーバック。はい。これもなんか去年ちょっとレアなインサートであったと思います。うん。あ、結構ディフェンス系も入れるようになったの。まあ、一勝したやつ、これ。ウィーク9で勝ったやつ。そうかな、多分。ね。うんうん。はい。メイちゃんもね、パンサーズ行っちゃいましたからね。これちょっとレアなインサートだと思います。出現率はちょっとわかりませんけど。まあ、ただ、コーナーバック、まあいろんな出来事をカードにしてる。ウィーク9、番号ウィーク9になってんだ。じゃあ16週 ?17? ちょっと種類までわかんないですけど、あ、ここにあるか。カードナンバー、あ、人の名前か。ちょっとわかりませんね。うん。はい、綺麗なカードですよ。で、サインが2枚出てますね。下ほど。で、ルーキーが1、2、3枚。で、パラレルはエクラですね。はい、あ、25尻だ。はい。チャージャーズのランニングバックですね。まあ、彼ともう一人ね、二人で併用してるような感じで。まあ、600ヤードずつぐらい走ろうぜっていうね、感じですね。まあ結構ロングゲインとか、サーダウンは結構パスのが多いですけど、はい、パラレルが2枚入ってました。50シリ、25と50シリが一緒に入ってた。で、ひっくり返ってのこれもサインかな。そうですね。100シリ ?100 シリだ。対岸 TT になってんだ。はい。彼もレシーバーかな。はい。まあペイトリオッツですからね。まあちょっとマック・ジョーンズ君がなんかプレシーズンもう相手のセーフティーとかコーナーバックに向かってガンガンパス投げて、まあいいんですよ、プレシーズンだからっていうところはあるんですけど、ちょっと目がこう、あれなんか、似たようなシチュエーションを見た記憶があるな。あ、ヒース・シューラーだって思いました。大丈夫かなってこう、ね。いやまあでもプレシーズンだしなとか、ちょっと思うんですけど。はい、あ、スカイラー君はいいと思いますよ。うん、はい。彼、まあ、プレイブック勉強しながら、ね、プレシーズンも出てたと思うんですけど、とてもいいですね。はい。うん。頑張ろう、成長しようっていうのがこう感じ取れる感じですね。彼はドラフト順位まで書いてないのか。6巡 ?8 巡 ?6 巡とかでしたっけ？そのくらいだと思います。はい、彼はまあチャンスがあればつかめるんじゃないかと思います。で、クックの249ですね。まあただドルフィンズですんで、チームが。ツアー君がいますから、はい。まあ彼は彼でいいキュービーだとは思いますんで。で、バーローのジャージですね。サインが3に、ジャージが1出ました。はい。ハバートと同じ年のクォーターバックですね。彼の方がキャプテンシーというところね、ベンガルズはそれを選択して、まあでも、あ、これも、あ、その下にハーバートがいたんですね。うん、彼もテンション上がるとね、いいんですよ。ちょうどいい感じかなと思うんですけど、普段はすごい落ち着いてる感じですね。うん、優しい感じ、うん。テンション上がるとちょうどいいのかなと思います。でも技術的には店長はハーバート、まあルーキーイヤーの時のあれを見てですけど、とは思いました。伸びしろはわかんないですよ。伸びしろはわかります。もう伸びしろいっぱいいっぱいっていう、はい。もう大学でいっぱいいっぱいですっていう方結構ね、今までたくさん見てきてますから。バーロンですね。はい、あとは JJ 君だ。あ、TT 君だ。T なんですね。J じゃなくてね。はい。ということで、サインは3枚ですね。で、ちょっと、モーメントはちょっとレアなインサートのその一つかもしれないですね。でもなんか、今年はやっぱり、なんかパニーニさん一つのブランドでこう新しいインサートと以前からあったインサートとなんか2、3種類ぐらいこう各ブランドに入れてやってるみたいですね。うん、で人気が出たらこう卒業して他のブランドに入っていくみたいなね、そんな感じです。はい、ということで、またねアメフトの製品、はい、機会があればチャレンジしてください。ルミナンさんねもう終わっちゃいました。はい、トヨさんよかったですね、間に合ってね。ありがとうございました。